オロハなら祈りの泉へ出かけたよ。彼女に話があるなら行ってみるといい。でも一応あそこは聖地だからな。オード族長には見つからないようにね。泉はここから東へ行ったところだよ。クワテラの樹海の北西方向には行かない方がいい。この辺りとは比較にならない凶悪な獣がうろうろしているんだ。一応通行禁止にはしてあるけど、簡単に飛び越えられてしまうから念のため注意しておくよ。その分だと余計な心配だったみたいですね。ここは祈りの泉といって、私たちロダ族の聖地の一つです。ここの水はアルマの息吹が込められていると言われていて、儀式や治療などに使われるんです。あなたが手当てをした時も傷口を清めるのに使いました。アドルさん、イーシャを見かけませんでしたか？あの子も村の中にいないみたいなんですけれど。あの子ったら。ごめんなさい、アドルさん。優しい子なんですけど、どうも人見知りする性格で。でも、最近のあの子、少し様子がおかしかったんです。何か隠し事をしてるような。すみません、関係ないことを話してしまって。私、あの子が行きそうな場所を一通り回ってから帰ります。
アドルさん、傷が癒えたばかりなんですから無理はしないでくださいね。
大丈夫？よかった。ごめんなさい。私、勘違いしてたみたい。よかった、間に合って。忌まわしき方向を聞いたので覚悟を決めて皆を集めたのだが、まさか10年ぶりの竜狩りがこれほどあっけなく片がつくとはな。話は医者から聞きました。あなたがいてくれなかったら、あの子は助からなかったでしょう。本当にありがとうございます。あの化け物は俺たちがはぐれ竜と呼んでいる魔物だ。大昔から何体も現れて破壊の限りを尽くしてきた。最後に現れたのは10年前で、その時は一度に3体も現れたのだ。幸い3体とも退治できたが、犠牲になった者も少なくなかった。エレシアの若者よ、いやアドル・クリスティンよ、正直お主には驚かされたぞ。はぐれ竜には本来鋼の武器は一切通用しないのだ。弱らせることはできても、とどめを刺すことは不可能。奴の硬い殻を貫くには特別な武器でなくてはならん。カナンの島々で取れるエメールという石でできている。エレシア人が持ち込んできたいかなる金属よりも硬く強い。オルハが放った矢の矢尻もこのエメールでできていたから、奴にとどめを刺せたのだ。それもアドルさんが弱らせていてくれたからです。エメルの武器も持たずにあの魔物を圧倒できるなんて、アドルさん本当にお強いんですね。アドル、少々話がある。俺の部屋に来てもらえぬか。おじさん、まだアドルさんのことを。誤差としての話があるだけだ。お主が心配することはない。さあついてくるがいい。来たか。いろいろと話すことがあるが、まずは最初に礼を言わせてくれ。医者を救ってくれて感謝する。あの子とオルハは弟夫婦から預かった大切な忘れ形見なのだ。弟夫婦は10年前のはぐれ竜襲来の時にこの村を守るために犠牲となった。危うく医者を弟夫婦と同じ目に合わせるところだった。お主には感謝してもしきれぬ。今までの無礼、
どうか許してほしい。エレシア人で好感が持てたのはこれで二人目だ。大抵の者は強欲で精霊を愛せず、この地の平穏を乱そうとする。いやすまぬ。そろそろ本題に入るとしよう。祈りの泉の北側にある石造りの壁のことを覚えているな。中からあの化け物が出てきた場所だ。実はあの壁の向こうには地下へと続く道が存在するのだ。大昔に作られた参道で、海の底のさらに下を通ってカナン島にも通じているらしい。そこで聞くが、お主、その道を通ってカナン島に渡るつもりはないか。そう言うだろうと思ったぞ。お主の剣ははぐれ竜との戦いで壊れてしまったそうだな。ならばこれを持っていくがいい。それはエメルから作られた精霊の力を借りることのできる剣だ。鍛え上げることによってさまざまな技や魔法を繰り出すことができる。お主ほどの使い手なら使いこなすことができるだろう。代わりと言ってはなんだが、一つ頼まれてはくれるだろうか。首尾よくカナン島に渡れたら鏡の消息を探ってほしいのだ。ゼーメの神鏡と呼ばれる巫女に受け継がれる白き鏡でな。一月前、吊り橋が落ちた日に家の祭壇から盗まれてしまったのだ。エレシア人を疑うわけではないが、この島はすでに探し尽くしている。ならばカナン島にある可能性が高い。すまぬが心に留めておいてほしい。
阿南島へ渡るつもりか。向こうへ着いたら確かめてみるがいい。エレシア人どもの生き様をな。俺たちレダの暮らしとあのエレシア人どもの暮らし、お前の目にはどう映るかな。する鍵が必要みたいだな。仕方ねえ、別の手段を見つけるしか。こいつは驚いたぜ。まさか俺以外にこんな場所に入り込んでいる奴がいるとはな。あんた一体何者だ。町の連中には見えないが。アドル・クリスティ。まったく、なんて偶然だ。よりにもよってこの時この地で出くわすとは。赤毛のアドル、あんたの噂はいろいろと聞いてるぜ。余計なことに首を突っ込みたがるお人よしのアマちゃん野郎ってな。ちょうどいい機会だ。あんたの実力、このハルバードで確かめさせてもらう。その青いエメラス剣が飾りじゃないことを証明してみな。アマちゃんかどうかはともかく、剣の腕前だけは確かのようだな。俺の名前はガッシュ。あんたと同じ冒険家だが、気が向いたら傭兵なんかもやる。この先を抜けるとカナン島だ。近くにエウロペあたりから流されてきた連中の住む町がある。余計なことに首を突っ込まないで、そこでおとなしくしていることだ。痛い目に遭いたくなけりゃあな。
この辺りの石材もほぼ取り尽くしてしまいましたね。これ以上石材を確保するなら地下に手をつける必要がありそうだ。まあ作っている虫どもを何とかする必要はありそうだが。それは何とかなるでしょう。ただクワテラの方々を怒らせてしまうのが心配ですが。尻尾どもの考えなんぞ俺たちよそ者の知ったことかよ。自分たちが住んでいる場所をより安全に住みやすくする。バスラムの旦那のやり方は絶対に間違っちゃいないと思うぜ。そうですね。おや、なんでこんなところから。見たことのねえ面だが、この前流れ着いた傭兵ってやつか。いや、彼とは別人です。どうやら新入りのようですね。はじめまして、バスラム商会のロイドと申します。こちらは同じく商会員のザクソン。見たところ私たちと同じエウロペ地方の出身みたいですが、どうしてまたこんな場所から出てきたのですか。なるほど、レダ族に助けられたのですか。しかし地下の遺跡が海底を通ってクワテラ島まで続いていたとは。これはバスラム様に報告する必要がありそうですね。危険な地下を通ってくるとはなかなか肝が据わってるじゃねえか。どうだ、俺たちと一緒にバスラムの旦那の下で働かないか。漂流のショックも忘れるくらい充実した毎日が過ごせると思うぜ。まあまあザクソンさん、そうせかす必要はないでしょう。予定通り私は先に戻りますが、橋の視察はお任せしてもいいですか。おう、任せておけ。それじゃあな、新入り、機会があったら酒場で飲もうぜ。私たちが住んでいるリモージュの町はそこの道を東に迂回したところにあります。君のことは私の雇い主であるバスラム様にも話しておきますから、ぜひ屋敷を訪ねてみてください。町の代表もしている方ですから、会っておいて損はないと思いますよ。それではお先に。